皆さんこんにちは。それではですね、入門コンクリート講座の独居実用支援法の第8回目ですね、話していきましょう。で、今日やるのは財産的な活用というところになります。で、本来の一つは他人に、財産を貸し与えて、いわゆるライセンスと言いますよね。で、これに基づいて一定のフィー、ライセンスフィーをもらって、活用しましょうというやり方。それからもう一つは権利移転で、自分で言えばライセンスフィーもらうよりも店ごと移転してしまって、そこから一定のフィーを払いましょう。あるいは銀行から金を借りるときに一定の担保として特許権、専用実施権、通常実施権を試験の客体として、金を銀行から引き出していきましょうとなるんだけど、今日中心として話していくのは、いわゆる実施権というところでありました。で、実施権はさらにこれって2つに分かれるんだね。1つは専用実施権となりまして、一般民法で言うならば地上権と言われてくるものにそっくりです。いわゆる物件的な権利ですよね。で、条文を見ると77条というところで、これを設定すると6000配達権を占有すると書いてありますので、設定されてしまった範囲においては特許権者でも実施ができないし、特許権者も利用ができないとなってしまいます。で、そういった意味ではあまりこれは利用されない制度だとなっているわけね。でも、これいわゆる占有地権を設定してしまった場合については、6000配達権を持っておりますので、これが発生するためには前提たる経過有効なもとにおいて、さらに登録を具備しないといけませんとなっておりました。だから単なる専用実施権の設定契約を結んだだけでは登録ありませんから、専用実施権って発生しなかったよね。じゃあこういう場合ってどんな地位だったのかなと、前回やりましたけど、これは完全独占的通常実施権と言いました。完全独占的通常実施権と書くとね、あれだけど完全独占的通常実施権と言いました。完全がついているのは特許権者もやりませんと意味で完全とつくんだったよね。ただ通常実施権の一種、登録がありませんからまだ専用実施権にはなってなかったんだね。したがってこういう場合については専用実施権の設定契約に基づいて登録に協力せよってことで、登録請求権って言われてくるものが発生するんだという話をしました。で、これに対して通常実施権って言われてくるものは債権、言ってみたら契約でありまして、契約当事者に対してしか効力は基本的にはないということになっているやつね。で、何本でも立てることができるんだとなっております。そして通常実施権って23年改正によってかなり大改正されました、ね、で、それは何かというと、ここに書いてある通り、昔の通常実施権と言われてくるものは本来的な債権的な権利だったからね。従って契約当事者に対してしか効力がありませんでした。だから効からこれオツね、オツに対して通常実施権を下落したのだよとなると、契約関係って公と乙にしかないわけですね。じゃあ特許権者が公から X という権利を譲渡しましたと、新特許権者から見たらこの契約関係って全くないわけでありますので、単なる X から見たら乙は無権者と言って権利行使を受けちゃったね。ただこれはちょっと困るんだと、特に最近の事情を見ると1個の発明品をめぐって100個も200個もライセンスって交わされてるわけです。しかし1個が新しい特許権者によって購入されてしまったのだと。で、それはまだ日本の企業であるならばなあなあなんですよ。でも海外企業が1個権利を買ってしまったのだとなると権利行使をしますからね。で、これは困るんだと。そこでこういう場合においても新特許権者にも対抗できるんだという構成を23年改正で取りました。これを当然対抗制度と言ったんだよね。当然対抗制度と言いました。で、少し変わってしまったぞというところね。で、創作三法は当然対抗制度を取っております。しかし商標だけはまだこの制度は実は取っておりません。講義では言ってないけどね、そうなっております。で、今これ話したのは許諾通常試験ですね。あと2つあるんだね。1つは何かというと法定通常試験、一定の法定要件を満たすとスパッと発生しちゃう法定通常試験と言われてくるものが7つあるわけです。で、基本的なベクトルは35条と言われてくるものね、職務安全に基づく法定通常試験と言われてくるものと、それ以外典型的には79条選手要件となりますけど、これとはベクトルが真逆だよね。言ってみたら35条が特許権者とファミリーの関係で、79条はといったら特許権侵害に対する抗弁権として出していくんだ、侵害者側の持ってくる抗弁という形で持ってくるのであって、実際は通常実施権という名前自体がおかしいんじゃないですかとなるわけかね。で、ここにあるように2番、じゃあ特許権侵害で権利行使されましたと、じゃあこの場合侵害者たるものは何を反論するんでしょうかというと、一つは
自分のやってる内容って特許集めの実施ではありませんと、クレームに属しない内容をやってるんだという形で反論します。これを否認と言いましたよね。で、否認というのは原告さんの主張と被告さんの主張が相入れない状態となります。で、これができればいいんだけどできませんでしたとなると抗弁と出すんだね。それを典型的なものが79条の法定通常事件、ね、あなたの死が前から私は実施の準備をやっていたんだと、あるいは実施をやっていましたと、でこれが認められちゃうと、権利行使って負いませんとなってくるわけね。でももしね、この79条発生する場合にあなたの出願の前から実施の準備をやってましたというんだったら、まだし実施をやってましたというんだったら、そもそも当該特許権って瑕疵があるんだね。いわゆる審議性がないわけです。じゃあこの場合ってどう対応措置を書くべきなのかっていうところを話したよね。一つは79条公弁権を指します。もう一つが相対無効と主張する約4条の3というものが発生するのね。で、あとあるのは無効審判。じゃあこの事業者の関係あるいは3者の関係をどうまとめて処理をしていくのかっていうところが論文的には実は難しいんですね。単に79条で対抗する、104条3で対抗する、あるいは無効審判を請求して対抗すると、間違ってはいないけど論文としてはあまり良くないっていう心象形成になるので、一歩先の動画のためには三者の関係いかにまとめて書くのかっていうところがポイントになるんだぞという話でした。で、この79条特にじゃない、でそういった意味では何度もここでは復習をしておいていただきたいと思います。で、さらにある通常実施権と言われてくるものが最低通常実施権というやつね。特許においては通常実施権というと許諾通常実施権、法定通常実施権、最低通常実施権に分かれるんだよね。で、具体的な場面として特許権者に対して使わせてくれませんかと言って許諾を求めに行くわけです。しかし特許権者が否定をしましたと。で、否定して実施してるならまだしもやっていないんですね。で、やっていないとせっかくの、まあ、産業の発達に寄与するような発明が日の目を得なくて結果的に産業の振興にとってマイナスになるわけです。そこでそれを実施を求めて拒否された人が国に対してやらせてくれませんかと求める制度で、国がなるほどと言って判断を下ろしました。これを裁定と言います。で、そうなると両者の間に意思の合致があったと偽善しちゃうという制度ね。で、これを裁定と言うんだけど、特許については3種類ありましたね。1つは83条裁定、もう1つが92条裁定、それから93条裁定という形で3つあるんだよね。で、これは特区実は3つ、で、衣装は92条型1つで、商標はこれはありません。なぜか、商標って一面財産権、多面的に言うとこれって人格権です。で、あくまでも国が入って、まあ、問題は全くないというわけではないけど、多少とも共有できるのは財産権だったら多少許容ができるわけです。これ憲法上の規定がありますからね。でも人格権まで入って国が処理をしましょうとなると人権侵害になりますので、やはり商標はこれ難しい、国内の手に沿います。で、さらにというとトリップス協定条約においては国内法より上の規範でありますが、商標に最低通常実施権は認めていないんだという話だったね。だから商標はありません、そんな話だったね。そして移転七権というところだけど、これはこの会社はやっておりません。したがってこれは第8回目というところで、いや9回目というところで、あれ9回目というところで見ていこうかなと思っております。で、今やっているのはあくまでも財産的な活用、ただこの時にね、ウェーブ含めて言ったと思うんですけど、この財産的な活用と覚えるだけでは意味がないと。これから皆さんやるべきことは、じゃあこの財産的な活用するに際して特許、実用新案、衣装、商標何でもいいんですけど、この前提たる価値ってどう評価するのかなということを必ず頭に入れてください。で、これができる方がいないんです。で、これができないと結果的にこういう権利があってもライセンス料をいくらにするか、あるいは移転するときには代価をどのくらいにするか、あるいは前回やった損害賠償といった場合も損害賠償金っていくらになるか算定ができないわけです。で、これが誰がやるかというと未だにまだ決まってない状態、まあ、一番これ分かるのは、まあ、理系たる皆さんかもしれませんね。で、そういった意味ではこのからの世界ってこういうこと、ね、特に財産的な活用をやりましょうっていうのは一つのベースのフィールドとしていいところかなと思うんですけど、まだまだこれは地については議論ではないんです。で、それを誰がやるかと、まあ、やはりフロントランナーになる人は誰かっていうところによってこれからかなり時代って変わってくるのかなと思っております。まあ、それも含めてこの辺で当たり前のように解けないと困るよっていう箇所になりますので、しっかりと復習をしておいていただきたいと思っております。
それでは第8回目はこの辺で終わりたいと思います。お疲れ様でした。